神奈川、マリ共和国、バンディアガラ地域のドゴン族において、阿波の構成員が伝統的に用いる仮面である。特に玉と呼ばれる死者を弔う儀式の際に用いられる。神奈川、創造神安魔を呼び起こすと考えられており、死者を弔う儀式で阿波の構成員が踊る、世界の創造を思い起こさせる二重の獣人型を表現している。初めて見るものは、その中に鳥、 トカゲ、イグアナ、水生昆虫、神や木の精霊の手と、様々な動物の主題を感じ取ることが多い。仮面は男性と女性の両方の形態を表しているが、男性の形態の方が多い。神奈川、フランス領スーダンや一時的に存在したスーダン共和国、またセネガルとスーダン共和国が合併したマリ連邦の国旗にも描かれた。 マスクカナガハットマルセルグリルインマスクドガンズリーズデドクターアット1938ドコンマイスアンコールディパルチマンディエトノロジーユニベルシテデストラスブールハットインペラトパスカル・ジェームズザ・カルチュラル・ヘリテッジ・オブ・アフリカサフォリ・ミュージアム・プレスピアニッシモ28から29ありがとうございます